急げ急げー。あー、もうそろそろ駅に着くぞ。今日は誰か乗せる人いるかな。楽しみだな。行ってみよう。あれ、誰かいるぞ。いや、トーマス、僕を乗せてくれないか。あ、カタツムリくんじゃないか。どこに行くの？これから一人で宝探しに行こうと思ってるんだ。どうも、お日様が上がる方向に宝物があるらしいんだよね。面白そうだから一人で行ってみようと思うんだ。だからトーマス乗せてくれないか。お、カタツムリくん、いいね。いいよ、乗せてあげるよ。トーマス、ありがとう。じゃあ早速乗せてもらうね。うん、どうぞ。じゃあカタツムリくん、早速行くよ。お日様が昇る方へ急げ急げ。目の前に怖いトンネルがあるんですけど、どういうの口になってる。ここは通れるのかな。お、口が開いたよ。急げ急げ。急げ急げ急げ。急げ急げ。あー、急ぎすぎて線路から脱線しちゃった。こんな時は神出鬼没のあの男、ハロルドを呼ぶしかない。ハロルド、ハロルド、助けておくれ。遠くで僕を呼ぶ声が聞こえたぞ。あの声はトーマスだな。緊急事態発生だ。急いで行かなくちゃ。トーマス、どうしたんだい。急ぎすぎて脱線しちゃったんだよ。線路に戻りたいんだ。カタツムリくんが急いでお宝を探しているんだよ。それは大変だね。すぐ戻してあげるよ。じゃあトーマス、行くよ。じゃあトーマス、行くよ。えい。あ、あんなところにお宝があるね。トーマス、これで無事戻れたね。ハロルド、ありがとう。ついでと言ってはなんだけど、あそこにカプセルがあるんだよ。あのカプセルをレールまで持ってきてくれないかい。トーマス、そんなのは簡単さ。早速運んであげるよ。トーマス、目の前に運んできたよ。ハロルド、ありがとね。どういたしまして。じゃあね。カタツムリくん、早速お宝が出てきたよ。トーマス、ありがとう。早速開けてみよう。何が入ってるかな。まずはこっちのオレンジ色のから開けていくよ。中にはサンパーが入ってたよ。これでぐりぐり穴を掘れるね。2つ目のカプセルは何が入ってるかな。2つ目は顔付きの滑車が入ってたよ。荷台に乗せたらいろいろ運べるね。カタツムリくん、サンパーと顔付きの滑車返したけど、お宝はこれでよかったのかな。なんかちょっと違うけど、でも今回の旅は楽しかったよ。トーマス、次もよろしくね。それじゃあね、僕はそろそろ出発するよ。じゃあまた会おうね。バイバーイ。